さん、こっちだよ。やだ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 。こっちだよ、ゆりやさん。やだやだ。うなちゃんになんかついてかない。こっちだよ。なんでわざわざ隠れんの。こっちだよ。やだ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 。はい、どうも、うなぎです。本日はミニゲームをして遊んでいきたいと思うんですけども、カウボーイを皆さん知っていますか？目の前の人と、先に早打ち対決をして、まあ、相手を早く倒した方が勝ちっていうゲームをやっていきたいと思います。で、戦う場所が、今、ヒレオさんがいる場所と、イカちゃんがいる場所で戦います。じゃあ、二人は後ろ向いて、スプラチャージャーを構えてください。わかりました。わかりました。今から、ボムを投げます。で、ボムを投げて、ボムの爆風の音が聞こえるんですけど、爆風が聞こえたら、スタート。先に相手を早く倒した方が勝ちになります。ということで、まずはヒレオさん対イカちゃんの勝負、していきましょう。よーい。あれ何やってんですかね。あ、落ちちゃう。頑張って。頑張って、頑張って。かわいそう、なんかぶら下がってて。このようなこのようなバトルとなってます。ヒレオさんやられてるわ。僕ね、イヤホン片方しかしてないんですよ。片方でうなちゃんの声聞いて、片方でゲーム音聞いてんですけど、ボムの音聞こえないんですよ。片方しかイヤホンしてないから。はい、ということで次はうなちゃん対イカちゃんのバトルしていきたいと思います。緊張するな。まだか？まだか？え？え？全然来なくね？うっはははは、聞こえたな。むず。じゃあ、さっきヒレオさんに勝ったイカちゃんとウナちゃんのバトルしていきたいと思います。ヒレオさんは審判をお願いします。めっちゃ緊張する。まだか？ドキドキする。来ないね。まだ来ない。うわ、怖え！危ねえ！危ねえ！面白いこれ。はい、次の勝負はですね、うなちゃん対ヒレオさんというライバル対決をしていきたいと思います。おい、ヒレオ。聞いてるか、ヒレオ。俺たち今から勝負だ。あ、おう、やる気満々だぞ、あいつ。よし！行くぞ！怖いな。いつ来るんだ？え、怖い。いつ来んの？ちょっと待って、うまい今の。ツルをして勝ちました。ツルをして勝ちました。ちょっとリベンジでもう一回やろう、ヒレオさん。あ、ちょっとちゃんと構えてるね。行くか。いや、怖いな、これ。いつ、ボムが、音を聞こえてからだから。早くあんの、ここだ。ちょっと待って、早っ！ヒレオさん、早くね？イェーイ、僕ちゃん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 。
イエーイ、ナイスナイス。あいつちゃんと、え、あいつちゃんとこっち見てないよね。ちゃんとやってた。え、もう一回やるか。さすが早すぎないか。第3回やろうぜ。いくよ。第3回戦目、ヒデオさんとです。なんかこっち見てるぞ。おい、ヒデオさんこっち見てる。こっち見てるぞ。どういうことだ。ねえ、あっち見て、あっち見て、ヒデオさんこっち見てる。こっち見てる。怖っ。ちょっと待って、爆発する前じゃねえ、今の。イエーイ。皆さん、これがヒデオさんのずる賢い作戦です。俺はずるです。絶対にずるです。俺はずるです。ずるずるずる。ずるずるずる。絶対ずるずるずる。僕は勝ちました、ウラちゃんに。これはずるではありません。作戦勝ちです、これは。僕、音が聞こえないのでしょうがないんです。どうしてもうなちゃんに勝ちたいので。みなさんこんにちは、ヒデオさんチャンネルです。ベリーキュートなヒデオさんです。よろしくお願い申し上げ存じ上げございます。